はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。明日10日、ですか。政治活動、メール党員様にお手伝いいただき、政治活動を予定してるんですけれども、雨だった予報が晴れに変わりました。しかも、結構、暑くなるみたいであります。お手伝いよろしくお願いいたします。現在、A6 版のみの販売の、日本は超答えてるの表紙と、挿絵6枚を、こちらの医師さんに依頼してですね、今日お金を振り込んでまいりました。知り合いでも何でもなくてですね、完全にフリーハンドで、この絵がいいなっていうことで、選びました。大当たり大和さんという方で、女性だそうであります。道理でね、男性を描くのが上手だなぁ。男の絵師さんでアニメ風ってなると、やたら目でっかい可愛い女の子とか、まあそうなっちゃうんですけれども、こちらの方の絵はですね、男がうまいなぁ。特攻隊員とか、描いてもらう予定なんで、これで選びました。私が全部の絵のイメージ、考えて、連絡して、こういう、この構図で、こうなってて、みたいな、こと細かに、指示、済みであります。出来上がりは来月中旬予定だそうで、待ち遠しいです。で、豪華本が出る、カラー表紙のですね、こんなような感じの、まるでライトノベル。ナロー小説みてえだなまああっちの方はね、もっとアニメしてますけれども、 NHK でも集合場所の公演が急に大人気となり、年内の休日は全て抑えられた問題をまとめサイトの老舗保守速報さんに取り上げていただきました。ありがとうございます。その中の意見でですね、 NHK をスクランブル化したらますます変更やりたい放題になるのでは、疑問の声が上がってたんですけど、別にいいんですよ。変な放送すれば契約減るだけなんでね。朝日新聞や東京新聞を買ってる人は安倍が記事を読みたいから買ってんでしょ。赤旗も、まあ NHK もそうなるんじゃないか。右か左かどっちか、どこもですね、クローズドなコロニーだと右か左か選ばないといけないんじゃないの。中立っていうわけいかなくなるんじゃないのかな、今後はなーって、思いますけれども、ただですね、NHK がスクランブルになったとして、右に行くか左に行くかって話なんですけど、今後ますますね、安倍側は減ってくるじゃないですか。安倍総理国葬賛成は若者に多かったって話ですから、自分らが不利なことは分かってるはずなんだ。安倍側の方に、行きましょうってなったらね、その人らはだんだん減っていくわけで、分かってるけど今の読者が離れるからやめられないんだろうな。朝日新聞、東京新聞は、NHK もスクランブルになった時に、決める日が必ず来ますよ。右に触れるか左に触れるかっていうのね、まるっきり中立ですなんて言うんだったら、なんかね、歌番組とか、情報番組とかやってる方がなくなるわけですね。今日1時頃、夜中ですね、北朝鮮が弾道ミサイル発射、黄海に落下、9月下旬から6回発射した勤勉さ、なんだろうここに来てっていう、産経新聞の記事ですけれども、まあまあわかりますよね。ロシアとウクライナが気なくせえから牽制しろって言われたんですよね。この時間に撃つのは珍しいな。夜中に撃つ意味は、戻ってこないだけ韓国より優秀玄武2号っていう弾道ミサイルが撃ったら戻ってきちゃって燃え広がっちゃってで付近の住民の問い合わせに、答えずに7時間経過隠蔽しようとしてたらしいです、韓国軍。プーチンからの指令だろ、米空母が日本海に戻ってきたからかな。そんなにポンポンミサイル撃つ金あるんだったら人道食料援助なんか必要ないですね、これね。国連が呼びかけた人道援助についてですね、主席が痩せたら考えてやるあいつがガリガリになったら考えてやるっていう投稿あって、腹抱えて笑っちゃった覚えなんですけど、まるまるツヤツヤの主席がですね、げっそりしたら、あ、困ってんだなって、わかりますけれどもね。それでも援助なんかしねえですけど、拉致被害者返さねえからね。東京都が新たに地下鉄24駅を緊急避難場所に指定。
ミサイル来たら地下鉄へ、呼びかけ開始、今まで指定50駅だったのを、74駅に、増やしたみたいであります、世論何が始まるんだ、だんだんリアルになってきた。公表できない情報があるんだろう。イージス艦で撃ち落としてくれよ。地元に地下鉄駅ないから諦めて自制の区でも考えるわ。もういい、自宅で死ぬって人も多いだろう、多いな、これはな、もういい、うちから離れねえっていう人も多いな、これな、こちらがポスターなんですけれども、まあまあアラートが鳴ったらこうしてください、呼びかけ、しておりました、本気ですね。ミサイルについて、ミサイル落下時の行動についてってタイトルついてますね。アラートが流れたら1近くの建物か地下に避難、2屋内なら窓から離れる、窓のない部屋に移動する、3屋外なら物陰に身を隠すか伏せて頭部を守る。これちょっと難しくない？どっちの方向に着弾するって分かってないと、物陰に隠れたけど、なんか後ろの方で、爆発しちゃったなんて言うと、全然隠れてることなんねえしね。これ難しいな、着弾前にアラートが鳴らないと、無意味だね、このあれもね。なんか公表できない情報、アメリカからもらったんでしょうね、これね。米国はもっと本気を出しております。米国保健社会福祉省、光線量の放射線による急性放射線症候群に使う医薬品を420億分購入したと発表。審査員の時に配布されたヨード剤とかかなーって思うんですけれども、ヨードを取り込むなら昆布を必死で食えばよい。そういうもんじゃないらしいです。安定ヨウ素剤って書いてありましたんで、昆布はしこたま食ってもそんなにヨードは取り込まれないみたいですよ。被爆の治療薬なんかあるのか初めて知った。これ震災の被災者は全員知ってます。ヨード剤配布されてましたから、自国用ってかウクライナに送るのかも、多分それだな。いわき市は行政がですね、ヨード剤を配布してました。飲めって言われたら飲んでねっていうようなんですね。住民は結構のんきでですね、役所にもらいに行かない人が行かなかった人多数であります。富岡市と、原発のある富岡市といわき市、結構50キロ60キロ離れてましてね。ヨード剤は体内の被爆ヨードを薄め、甲状腺がんの予防にする薬で、治療薬ではありません。セシウムとかなんかには全然効きません。日本市場でもですね、安定ヨウ素剤作ってる会社やシェルター関連の会社の株価が上がってるそうであります。政府は米国からいろいろと公表できない情報をもらってそうですね。パニックになるから言えないとか、情報源が危険になるから言わないとか、そういう事情でしょう。靴沢は重量鉄骨っていうマンションにおるんで、アラートなったら窓から遠いトイレに逃げて耳栓しっかな、考えております。爆発の瞬間にですね、お湯張った風呂にすっぽり潜るっていうのを映画で見たことありますけど、効果あんでしょうか効果あんのかな。爆発で水が揺すぶられて、その水で打撃、ダメージ受けちゃうとかねえのかな。効果あんのかな、これな。風呂に潜る爆発の瞬間、ズブズブってね、ちょっと謎であります。ひろゆき、誰もいないんだけど座り込み0日ってした方が良くないとツイートしてしまい、まあ3011日って書いてありますけど、1日1時間、土日は休みの沖縄基地反対風、座り込みの実態をバラす。やつらはこれを座り込みと称している。左翼一斉にギャオーン、キラヨシコ24時間現場にいないから座り込みでないなどと上からジャッジする姿勢はあまりに傲慢。選挙で示し続けている民意が力でねじ伏せようとする暴挙に、たとえ何時間であろうと毎日抗議の意思を示し付けている不屈の思いを侮辱する行為は断じて許せません。傲慢だ、侮辱だなんて言ってますけど、民意で、示されてるって言いますけれども、市長選どっちも最近の市長選は基地移転賛成の市長が勝ってますからね。世論です。いいのが釣れたな、ライブカメラつければいいやん。全然反論になってなくてさ、ただね傲慢だ、
侮辱だ言ってるだけで、やばいとこ疲れたって感じっすかね。反対派は相当追い詰められてるみたいだね。何がそんなに気に障ったんだ。オール左翼がフル発揮をしてて笑える。ただの時間限定の抗議集会活動を座り込みとか言って嘘ついてるからだろ。まともに反論できないから感情論で押し切ることにしたとです。根拠もなく逆らう人間を罰して良くなるっていう暴力革命、それで権力を奪取したい、暴力によって、それを目指している共産党にですね、傲慢とか言われたくないもんですな。ここでもですね、お前がいいなっていうのが通用する。左翼が何か言ったら、お前がいいなって言っといて後から理由を考える。大抵見つかるっていうですね、理論。さらに沖縄タイムスもギャオー、あなたは多数派の数の力を利用して沖縄の人々を嘲笑し差別を扇動する行為ではありませんか。謝罪して撤回するお考えはありませんか。差別だ扇動だ謝罪しろって言ってますね、上から目線で。なんか知んねえけど、世論です。事実を広められたら困るんでしょう。これだけのことに必死ですね。名護市宜野湾市の市長選では基地賛成の市長が勝ってるけど、なんかあの民主主義がどうこうだとか話を大ごとにしてるけど、誰もいないんじゃ少なくても座り込んではいないよね。混んではね、混んでないでしょ。デジタル大事線コムによりますと、ある状態をそのままずっとし続けること、で座り込む黙り込む、まるっきりこれじゃん。ある状態をずっと維持し続けていないじゃありませんか。混むっていうね、すっかりその状態になるっていう意味もあるそうであります。冷え込む追い込む。やはりあの我々の使ってる日本語は全く、我々の使ってる日本語とは全く違うみたいですね。いねえ時間があるんだったら座り込んではねえだろ。混んではねえ、混んでねえよね。ひろゆきはそれ言ったに過ぎないのに、このギャーンブリッときたのね。フォロワー200万人のひろゆきに言われてよっぽどやばいって思ったんだが、デニー知事も残念だって言ったらしいし、オール左翼がこんなに騒がなければそんなに知れ渡ることもなかったのにね。せいぜい200万人のフォロワーに知れるぐらいでね、いい加減ツイッターをですね世論と勘違いすんのやめたら、あの右より左の方がツイッター大好き人間が揃ってる気がするんですけど、まああの暇だっていうのもあっかもしれないですけどね。あの右側はちゃんと仕事してる人も多いしね。有田芳生も釣れました。この度ひろゆき氏の辺野古についての発言を受け対談をお断りすることにいたしました。だって、話し合いで解決できるんじゃなかったの。日頃から言ってる話し合いで解決は嘘でした。いちいち流行に乗ろうとしなくていいんだよ。一丁噛みしてやろう。ここでなんか言ったろうって思って張り切っちゃったのかな、有田芳生な。意見が違うから討論が成立するのでは。完全論破されそうだから逃げた。こういう相手こそ対峙すべきだろう。対話が大事とは何だったのか。全く意見が同じだったら対話とか討論する必要全くなくね。全然なくね。左翼の対話はですね、俺の言うこと聞けっていう、結局これでですね、異論は許さず集団抗議するっていうのはひろゆきで実証済みであります。共産党もですね、民主集中制とか言って異論は許さないっていう姿勢を鮮明にしております。なので左翼との話し合いは全くの時間の無駄。そもそも使ってる言語が違う、日本語が違う。混むっていうのをずっとあのその状態で居続ける、っていうのが分かってない。1日3回ぐらいちょっと来て、トラックを妨害して土日は休みっていうのを混むって言っちゃうんだろうね。習近平を信用できない。日豪韓で約9割、米独仏で約8割に達し評判は最悪。謙虚で信頼され愛され尊敬される中国のイメージ作りを目指して国際発信研究センター設立を発表しました。まああのネット工作を大規模にやるところかなって、思いますけれども、世論ですね、
そういうとこだぞ。そういうことをやってるから愛されないんだよ。その言い草が愛されないところなんだよ。愛され要素皆無。実態が変わらないのに評判を金で買っても無意味だろう。謙虚で信頼され、愛され、尊敬される。はい、全部無理でーす。っていう。中央級さんとのイメージアップ工作。日本においては、残念ながら、ある程度成功しちゃってんですよね。林芳正とか、二階俊博とか、日本端子の大株主、河野太郎とかね。中央級さんとが、本気でね、本気でイメージアップしたいんだったら、真っ先に、人民をですね、人民を教育しないといけない。外国では行儀よくしろよ。中国っていう看板背負ってんだったらさ、っていうようなことを、根気強く教育してですね、人民が世界に出てですね、その国のルールも守んねえで、やりたい放題やられると、必然的に中国のイメージ落ちますよね。こんなね、金かけて、ネット工作して、あるいは買収してね、するよか、これの方が、ええと思いますよ。中国人、日本に来ることを、避けられないんだったらば、これやってほしいよね。外国では行儀よくしろよって、国の看板しょってんだから、っていうようなこと。で、ちっとね、日本に来る中国人観光客やら、働きに来る人やら、行儀よくなってもらいたいよね。我らの利益のためにね。まあ、これ、やんないで、そのね、ネット工作で評判買おうっていう、そういうとこですよね。信用できないっていうのね。メール当院さん、筑紫部長さん、大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。